ょっとショパンを練習してたんですけど、今度違う曲にしてみようか。プロコフィエフの練習をしてみようと思います。ショパンはちょっとやめて、どんな感じでしょう。Thank you.
今ね、マスクとかしなきゃいけないっていうからマスクをしてます。さっきのショパンの続きをもう一回、アンテルバルっていうか、あれクラス学部で崩壊したショパンのバラードの4番、さっきの続きをやろうと思います。これ何ページ目が崩壊してる ?49、46、48、さっきの続きをショパンで言いたいと思います。これが今プルコフィエフのソナタの3番ですね。なんか寒くなってきた、暖房つけよう。この音がうるさいかもしれないけど暖房つけよう。寒くなってきた、音がうるさいかもしれない。ダメ。ちょっと。パチッと音をさせないと。パチッと音をさせないとこれで。骨の音をさせないとこれで。知りません。私ね、このストックっていうのがもうないので、あ、メガネが曇ってきた、どうしよう。
猫がなんかいたずらしてる。やめてやめて。いたずらしないで。ショパンから今。
プルコフィエフのソナタの3番にまた戻ります。その前になんか喉が渇いたからまた何か飲んでこようと。喉が渇いてきた。なんか飲んでこようと。何飲もうかな。あ、なんかついでにポテトチップスも食べちゃえ。筋肉が疲れてきた。足が疲れてきたので、裸足で引こうと思います。
宇宙戦争みたいな曲ですよね、これって。プロコフィエフのソナタの3番なんだけど、まあプロコフィエフって戦争ソナタっていうのをたくさん書いているのでな感じになると思うんだけど、あ、ショパンの一番最後のとこもう一回練習しよう。どこだっけ、私が好きなところ、私の一番好きなところ、最後の方ですね、これ楽譜が崩壊した。
に来たりするハエがいるんですけど、さっきから。感じで、オッケー。